美容室に行ってきました。まあ実にですね、20年ぶりぐらいに美容室ね、自分の髪の毛を切ってもらえるところにね、行ってきたというところでございます。野党第一党が立憲民主党の方がありがたいんですよね。美容室に行ってきました。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま、令和5年の4月28日金曜日、はい、日付がね、変わってしまいましたが、美容室に行ってきて髪の毛の方をさっぱりさせてきました。普段は自分の髪の毛は、まあ、バリカンで処理をしておりますので、普段もう美容室、美容院、散髪屋、床屋、何と言ったらいいのかわかりませんが、そういう類のね、お店には行かないんですね。まあ実にですね、20年ぶりぐらいに美容室、ね、自分の髪の毛を切ってもらえるところにね、行ってきたというところでございます。まあすごいね、久しぶりにだったんですけれど、まあでもね、とにかく自分のね、まあ頭をね、いじってもらっているというのはですね、なかなか快適なものですね。マッサージみたいなね、感じはまああるかなと思いますね。シャンプーもね、してもらったり、まあしたわけなんですけれど、ということで、こんなね、髪型になりました。はい。とりあえずさっぱりしましたね。ね、まあ切る前はなんかこの辺がすごい もじゃもじゃしてたんですけれど、それがね、なくなったというところでございます。まあちょっと見にくいですけれど、はい、結構ね、近くで見ると茶色いんですよね。このね、映像だと黒いですけれど、はい。よくよく見るとね、めっちゃ茶色い。はい。まあ、それでもね、この映像で見えてるより茶色いですね。ということなんですけれど、はい。若干心配なのがですね、はい。国会の、この参議院のね、本会議場に入れるかどうかっていうのはありますが、まあ、多分大丈夫ですけれど、うん。一応ね、なんか品位を保てない、服装、ね、容姿だと、止められる可能性はあるんですけれど、これは多分大丈夫だと思いますが、まあ一抹の不安があるということだけはお伝えをしておきますということで、とりあえず美容室の方に行ってきました。で、ちなみにですね、今回美容室に行ったのはですね、はい、YouTuber のうなぎちゃん、まあ本名がですね、はい、井上せいらさんですね。今度の足立区議会議員選挙に、まあ立候補予定の YouTuber さんでもあるわけですね。政治家女子48等のね、このプロジェクトにまあ参加してくださった方でございます。26歳のね、女性の方なんですけど、登録者数、YouTube のね、チャンネル登録者数12万人のですね、はい、YouTuber の方が企画を、してくださって、髪の毛をね、渋谷のサニーさんというですね、はい、美容室の方にお世話になったということでございます。サニーさんどうもありがとうございました。料金の方を支払いするとお伝えはしたんですけれど、あ、いや、いいですよと言われてですね、まあ、お言葉に甘えてという形になりました。というわけで、まあ、ぜひね、髪の毛を整えたい方はですね、サニーさん、渋谷の方、行かれてみてはいかがでしょうか。結構大きい店でしたね。まあ、ビルのね、9階にあったと思うんですけれど、まあ、椅子も、たくさんあって、結構何人も同時にですね、髪の手入れができそうな感じですね。ちょっと、普段私は行かないので、髪の毛の手入れという表現が正しいのかどうかもわかりませんが、とりあえず、まあ、いい店でした。はい、ということで、ようやくですね、私の方もですね、少しずつ余裕がね、出てきました。落ち着きが出てきたというところなのかもしれませんが、とりあえずいろんな表現はあるかもしれませんが、時間はね、とりあえず出てきたということです。最近はですね、1月の23日にね、通常国会がね、召集されてですね、その後しばらく本当にね、忙しかったんですよね。1月から2月、3月と、はい、かなりね、委員会の質疑が立て込んでたんですよね。ただですね、たくさんの委員会が、まあ、あった中ですね、当時はね、ガーシー議員はね、国会に来なくて、私一人で、それらのね、委員会すべてこなしていたというのもありますが、さらにですね、予算委員会もあって、なおさら、一人で質問に立つというのがね、なかなか大変だったわけですけれど、まあ、なんとか切り抜けたというかね、自分がいただいた質問時間は、基本的にはすべて、消化させていただいたつもりですね。まあ、残念ながらね、ガーシー議員が除名になってしまったことで、まあ、会派がね、一時的に解消して、まあ、斉藤健一郎議員が繰り上げ当選して、再度ね、政治家女子48党という、まあ、二人会派を組んだんですけれど、まあ、ただ特別委員会の議席は次の、臨時国会からということになりまして、ひとまず我々が、まあ、所属している委員会は総務委
委員会だけということになります。来月ですね、総務委員会での質疑がありまして、これが今国会でのね最後の質疑になります。本当にこの通常国会前半戦に比べると、もう後半はね、あの委員会の質疑がもうとにかく落ち着いた感じですね。ちょっと間が空きすぎて、まあもうちょっとね委員会の質疑が機会ね欲しいなと思うぐらいなんですけど、まあそこは仕方ありませんということで、5月の27日に2回委員会のね質疑があって、1回は私が担当して、もう1回は斉藤健一郎議員にまあ担当していただくということになります。で、先週もですね、やっぱり忙しくて、それはもうね、あの皆さんご存知の通り、統一地方選挙後半戦がまあありました。正直結果を考えるとですね、私がまあお手伝いしたことでどれだけ効果があったのかというのはもう非常に疑問でありますが、とにかくあの一応私のまあできる範囲でですね、全国各地に応援に行ったつもりでありますが、とりあえずまあ結果としてはなかなか芳しくなかったということは皆さんご存知の通りでございます。私もなかなかもどかしい気持ちでございますが、5月はですね、14日に足立区議会議員選挙の告示で、21日にそのね投票日があるということでございます。はい、まあ、私なりにですね、候補者の方々のまあサポートをいろいろと、まあちょっと自分なりの やり方をまあ考えていこうかなと思います。ようやく落ち着き始めたということでございます。ちょっと国政関係の話になりますが、先日の統一地方選挙、日本維新の会がねもうすごくね躍進をされました。当初はですね、今回の選挙で700何議席取ったのかな、本当にね すさまじい勢いですよね。で、まあ当初はですね、600議席ぐらいね、馬場代表がですね、600議席目標って言ってたんですけれど、まあそれをね、大幅に上回る感じでしたね。で、まあ、私もあの、維新の会の参議院議員の方は何人かとね、お話聞かせてもらったんですけど、選挙前はですね、出しすぎだろうと、維新の会の方が言ってたぐらいだったんですけれども、それをね、本当にすごい勝率でね、勝ち抜かれて、まあ本当におめでとうございますというところでございます。で、この勢いでですね、維新の会がもう、立憲民主党を抜いて野党第一党に衆議院はねとにかくなるんじゃないかというところなんですけれど、ここはね非常にいろんな思惑があってですね、もしかしたらと自民党は衆議院のね解散総選挙をするんじゃないかということが考えられます。というのもいろいろ思惑あるんですし、まあこれはね確かなわけではないんですけれど、まあただね、まあこれはあまりよろしくないのかもしれませんが、まあ自民党にとってはですね、野党第一党が立憲民主党の方がありがたいんですよね。もう明らかに立憲民主党がね、野党第一党の方がですね、なんだかんだで、民会の質問もですね、変なスキャンダル追及ばっかりで、なんか本質的な追及があまりなされないということで、かわしやすいというのがね、まあ、あるんだろうとは思いますし、ね、スキャンダル追及みたいな、まあ、あまり よろしくない、あまり国益にならない質問をね、野党第一党がしてくれると、自民党も支持率を維持するのに、楽だという思惑が、まあ、あるとは思いますね。しかし一方ですね、もし仮に日本維新の会が、野党第一党になるとですね、はい、まあその正論の質疑がですね、委員会でバンバン飛んでくるようになる、そこはですね、維新の会の支持率向上にもなるでしょうし、そうなると自民党も与党としての維持、与党のですね、立場を維持するのがまあ苦労するということで、そういう意味でですね、はい、自民党としては、立憲民主党が野党第一党にあってほしいと思っているんではないかということですね。国民の皆様からしたらとんでもない話なんですけれど、そしてもちろんこれは私だけが言っているわけではなくてですね、先日チャンネルクララという番組でですね、 YouTube 番組で黒山満さんがですね言われてたことを私もなるほどなということでお伝えをさせていただいているわけでですね、とりあえずそういうことが、まあ、考えられるんじゃないかということで、であるがゆえにですね、はい、自民党早めに解散総選挙をしてですね、日本維新の会が選挙準備する前にですね、解散総選挙するんじゃないかという、まあ、話はね、それは考えられないことはない。自民党としてもですね、今回統一地方選挙の後半戦の、まあ、投票日にですね、まあ、同じく補欠選挙が全国で5カ所であったんですね。国政の補欠選挙が一つが、まあ、参議院だったんですけど、他4つはね衆議院で、それトータルで5戦のうち4勝1敗だったんですね。和歌山1区だけ負けてですね、維新に
の回に取られたんですけど、まあそれ以外はね、すべて野党の候補に、まあ、勝てたということで、4勝1敗、まあということで、自民党としてもですね、統一地方選挙、まあ議席あまり変わってないので、現状維持のままなんですけど、日本維新の会の勢いは脅威であるということですね。日本維新の会も最近、候補者の公募を始めたんですね。国政の候補者のね、公募を始めましたので、公募始めたばっかなので、やっぱり候補者の準備が整うまでには、まあ時間がかかるので、自民党が今解散を打つとですね、とてもじゃないけど、かなりね、維新の会が対応する大変ということになろうと思います。